川崎駅前タワーリバークは神奈川県川崎市川崎区駅前本町にある高層ビルである。本ビル建設以前の川崎駅と府中街道に挟まれた一角は老朽化した店舗兼住宅などが混在していた。川崎市は1980年3月に土地の高度利用を目的に川崎駅周辺都市整備基本構想を発表。これを受け、 1983年12月に、川崎駅北口地区第一が育子街地、再開発準備組合が発足した。1989年5月に再開発事業の都市計画決定告示。1990年2月に、川崎駅北口地区第一が育子街地、再開発組合設立認可。1992年1月より、既存建物の除却を開始。 本体工事は同年9月より着手し、1994年12月に竣工した。第2外区は本ビルと京急本線の高架橋の間のパシフィックマークス、川崎と川崎フロンティアビルが立つ一角、第3、西外区は川崎ダイスがある位置に相当する。外装はガラスカーテンウォールで仕上げられ、1.2階にはガレリアが設けられている。 ガレリアの両側に、証券会社や店舗、地下1階と、地上21.22階には飲食店が入居する。3.4階には、川崎市立川崎図書館と川崎市立のアートガーデン川崎が設けられるほか、オフィス部にも川崎市の建設緑政局及び、港湾局の一部部署が入居する。地下2階には、京急大支線連続立体化計画に備えた。 地下構造物が構築されている。JR 川崎駅、京急川崎駅いずれからも徒歩2分ほどであるが、2018年2月17日に、JR 川崎駅北口通路及び北改札が完成し、デッキにより本ビル正面2階と接続した。ありがとうございます。